やあ、みんな、刹那圭介だよ。ジョーが待っているよ。俺の目の前でもジョーが待っているよ。だから俺は死ぬかもしれない。しかし、ゲーム実況をやめるわけにはいかないんだ。やっていくぜ。さて、まあ、前回なんか、結局学校に来ていろいろ探索して職員室の劇が入れずじまいだった。というわけで今回は入っていくよ、職員室。空いてるね。ああ、この人が美人先生。お姉さん先生か。休みの日なのに呼び出しちゃってごめんね。いや、そんなことありません。お姉さん先生に呼ばれたら俺夜中でも行きますから、いつでも行きますから呼んでくださいね。大丈夫です。みなずかさんも呼んでいるからもう少し待っててね。誰？みなずかさんって誰？めっちゃキャラ濃そうなやつが来たんですけど。そんな私服あるわけなかろうが。マジか、そんな私服ある？めっちゃ派手やないか。なんかのコスプレみたいになっとんで、アニメキャラにおりそうやもん、こんな。帽子の感じからして、ミルキーホームズあたりにできそうやないか。やっほー。何やっけ、葉月の方が早かったんだね。彼女の名は、水塚美晴。あ、みはるってひらがなっていうのが一番ありがたいよ。同じクラスで席が近かったこともあり、友達になった。少しだけわがままそうな格好してるわ。一緒に修学旅行も見て回ったり、遊びに行ったりと、学校外でも付き合いのある友達。さて、二人とも来たし、早速話すわね。先日、修学旅行に行った時に先生のカメラで写真を撮ったじゃない。うん。まあ、なんかたびたび名前忘れるような葉月とお二人で撮ってもらったね。現像できたから月曜日に渡そうと思ったんだけど、さっき見たら写真が変なのよ。変？見せてください。これよ。え？ちょっと待って。てっきり俺、蝶が映っとんかと思ったら、こんなにも黒い手が。心霊写真で済まされるような問題じゃないぞ、これ。わ、なにこれ。やっぱ。つか、葉月だけじゃなかったんか、もしかして。黒い影に続き、黒い手？え？さっきこれに似た黒い影の抱えた絵をもらったばっかりなんです。何か良くないことが起こりそうな気がするわ。先生、ちょっと怖いこと言わないでよ。こういうのは詳しい人に聞くのが一番いいんだけど。ああ、不可解現象研究会って部活に入っている高梨さんなら詳しいかも。この不可解な現象を相談するにはぴったりの人じゃない？そうなんやけど、さっき邪魔しないで出て行けとか言われたような気がするんやけど、さっき、まあさっきな。ああ、高梨日和？同じ、いや、クロス同じだけど、全然話したことないし、なんかあの子、暗いから近づくの嫌なんだよね。確かにあの子は暗いよ。暗いけど、お前も明るすぎなんじゃないか。普通の子やって、お前からしたら暗いようにもんなんじゃないんかな。そんな明るさだったからさ。そういう言い方は良くないわ。相手のことを知らないのに勝手に決めつけるのはダメよ。でも、不可解現象研究会の高梨さんに相談すれば何かわかるかもしれない。今まで会話したこともない人だけど、先したよ。協力してくれるのかしら。先したよ。話は先したよ。彼女は今日学校に来てるみたいだし、後で部室に寄ってみれば。もう寄ったけどね。先に寄るべきじゃなかったらしいな。写真は渡しておくわね。不気味な写真をもらった。メニュー欄の、入手事項人物に、みなずかはる、みはる、みはるだった。みなずかみはるが追加されました。高橋日和が追加されました。オッケー。え、もしかして合流して、今や、メンバーには入ってないんですね。メンバーには入ってないんですね。行動メンバーに入ってるかなと思っとったんやけどね。
そうでもなかったですね。そうでもなかったですね。そうなるとどうなるかな。この写真か。黒い手のようなものが写っている。赤いやんもうなんか帽子かぶった時のミハルの髪型が可愛らしいな。こういうショートヘア俺好きやな。金髪ってもいい。生徒それとこっちはね、人物結構増えてきたな。あとまだ3枠あるんじゃ。もう序盤でもう5枠埋まったもんな。みなずかみはる18歳高3。それはまあわかる。趣味買い物。みは、はずきの友人。自分の買い物のついでに、はずきにお土産を買ってきてプレゼントしてくれる。いいことじゃないか。演劇部に入っており、将来は女優になるのが夢らしい。だからこんなファッションセンスや。ファッションモンスターそんな感じやしな。さっきの高梨ひよりさん、もう写真見てしまった。17歳ってことはまだ誕生日を迎えていない。不可解現象研究会、カッコオカルト研を一人で作り活動している。一人ぼっちかい。イエス、ぼっち。無言で周りの人と関わろうとしない。近づくと呪われるなど変な噂がある。趣味不明やって。そりゃそんな無口だったら友達なんかできるか。イエスぼっちだわな。よし、じゃあ行ってみよう。部室の前にちょっと先生二人に話しかける。数学教師。先生というのはな、勉強を教えるだけじゃないんだ。困った時は相談になるし、何でも言えよ。しかし難しい年頃だからな、先生よりも友達で頼る方がいいかもな。そんなことはありませんよ。先生にしか頼れないことだってあります。例えばお金ちょうだいとかね。お金、友達がそんなに持ってるわけないで、やっぱ大人に頼まなあな。お金も欲しいときはね。そうじゃないな。この先生なんでこっちの方見よう。このメガネ先生なんで俺の方、俺じゃないわ、私の方を見ているの。ちょっとキモいんですけど、ロッカー開けるのはやめておこう。まあそうなるわね。中には何も入っていない。てかどこのロッカーも壊れとる部分があるやね。どういうこと。国語教師。配属先が女子校だったから最初ワクワクしてたんだよ。今は女性が怖いよ。で、君はうちの生徒じゃないか。みんなにはこんなことを言っていたなんて言わないでくれよ。やっちまったな、このメガネ教師よ。女子校か。どんな感じかわからんよな。俺男子だもの。イメージじゃキャハキャハやいよんだろうなと思うんやけど、もしかしたら。何？なんか始まった、なんか始まった。あの写真、びっくりしたね。うん。そうだ。はずきにお土産あるんだよ、また。この前遊びに行った時に買った香水だよ。使ってね、ハート。あ、ありがとう。でも、こんな高価なの受け取れないよ。友達だもん、気にしないで。ほっぺが真っ赤だ、りんごちゃん。はずきは地味だからもっとおしゃれした方がいいよ。だからお前が派手すぎるんだ。高そうな香水をもらった。そうだ、これから遊びに行かない？人狼だったっけ？あ、人狼だよな。人狼くん誘って、三人でどこか行こうよ。こいつ人狼のこと知ってるのか。あんな写真見たあなただから遊びに行く気にはなれないよ。まあそうか。そう？嫌なことは遊んで忘れちゃうのが一番いいと思うけどな。見た目からしてそんな感じの子だわ。病は気からって言葉もあるし、気分転換は必要だよ。はずきは気にしすぎ。先生に言われたし、高梨さんに会ってみようと思うの。そりゃそうだわ、俺もそうしようと思った。やめた方がいいよ。彼女って近づくと呪われるって言われてるし。そこまで。あの時のこと忘れてないでしょ。あの時ってないんや。なんだこれ、回想シーン入った。高梨ひよりさんだっけ。部活まだ入ってないよね。うちの部に入りなよ。私、部活は自分で作るからいいな。は？
どんな部活作るのよ。不可解現象研究会。幽霊や呪いとか調べるの。だからもう誘わないで。うわこ、呪いとかキモいよ。コンアンっぽい。コンアンって読むか。う？あなたには一生理解できないでしょうね。キモいとか言われたって気にしないわ。好きなんだからいいでしょ。何なの？人が優しく勧誘してあげたのに。そんなこと頼んでないわ。余計なお世話よ。失礼するわね。あーもうムカつく。帰りに事故でも会えばいいのに。次の日、クラスメイトが交通事故で死亡したと先生から聞かされた。死ねばいいのにって言うたが自分に跳ね返ったパターンだ。教室はざわついた。ざわ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 。金は命より重い。そっちのざわつき方じゃないよ。なぜなら事故で死んだ生徒は高梨さんに帰りに事故にでも会えばいいと言った生徒だったから。その後高梨日和に関わると呪われるなどと噂が出始めて、みんなが彼女を避けるようになった。それはそうかもしれない。かわいそうな話だけど、彼女自身も噂話が出ても気にしている様子がなかったと思う。無口で何を考えているかわからない人だった。回想終わり。よく覚えてるわ。でも噂だけで決めつけるのも良くないと思うの。そう、私は会いたくないな。じゃあ用が済んでやることがなかったら遊びに行こうよ。しばらく公園で待ってるから。じゃあね。相当な嫌われぶりですな、高西さん。友達なしさんって呼んでいいかな。かわいそうやん、それは。わっ無反応だと。後ろから忍び寄ってわってやっても無反応だと。何かよ。ちょっと相談したいことがあってきたの。相談？私のこと怖がらないの？噂は噂でしょ。高梨さんのことを私は全然知らないから。相談って何？これを見てほしいの。写真を渡した。何かな。うっ、面白そうじゃない。高梨さんが笑った。ちょっと面白そうって。他に何か変わったことはなかった？黒い蝶の幻は見たよ。見たわ。資源の蝶、あなたに死が迫っているわ。え、私助からないの？涙目。落ち着いて、まだ大丈夫だから。その蝶はあなたの持っているような悪いものじゃないよ。そうなの？原因はもっと違う。まあいいわ。久しぶりの面白そうなことだから付き合ってあげる。詳しく知りたいなら中央図書館の3階に行きなさい。こっちも準備があるからしばらくしてたらでいいけど。絶対で一人に来るのよ。それとあなたには死期が迫っているから注意することね。彼女は何かを知っているようだった。そして一方的に喋って出て行ってしまった。協力してくれそうだけど絶対に一人で来るように言われたのは何か引っかかるわ。少し時間を潰したら中央図書館に行ってみよう。そして行くときはそれの裏を書いて美晴を呼ぼう。このゲームは分岐があって、その分岐でちょっと内容が変わるみたいなんでね、あえて最初は期待を裏切るパターンで行ってみようか。要するに美晴だったっけ。もう名前忘れるな。なんかすげえ名前忘れるな。どうしよう。みはるやな。みなずかみはる。ひよりって名前だった。高梨みより。ひより、ひより。うん。笹山はずき。花金しおん。はいはい。名前覚えていいかな？結構覚えにくいな。覚えにくいっつうか、覚える苦手やな。高そうな香水。みはるがくれた香水。甘い匂いがする。さーって出ていこうか。あ、そうだそうだ。
じゃあ今回はこのぐらいで終わりにさせてもらおうかな。時間の方もあるというわけで、まあ次のパートは多分つうか行くんですね、中央図書館。いや、その前にもう一回ミハルに会う方が先かな。まあとりあえずここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。週明け